RS プリントスペシャライズの新型 RS プリントのインプレッションを言っていきたいと思います。まず本当一番最初乗った時の、感覚なんですけども、ターマクの SL7 と比べてもう全然違和感なく乗れますね。まあ、その漕ぎ出しの軽さ、反応の良さ、進み具合というかスピードの乗りとか、スピードの伸び具合というのは本当にもうターマックで SL7 を受け継いでます。もう本当そのなんていうか速いですね、速いバイクだと思います。でも本当軽く短い距離乗るんだったら本当に気持ちのいいバイクですね。で、まあ、ちょっとその路面からの振動みたいのはやっぱりアルミだからかは分かんないんですけども、結構振動は拾います。なのでまあちょっと、まあ、長く乗ってくると疲れは出るかなというところがありますね。で、ちょっと話はずれちゃうんですけども、今回そのラピーで CLX 履いてるんですけども、これめちゃめちゃ速いですね。で実は前タマク SL7 買った時にもいっぺんラピーで履いてるんですけども、実は一度手放してます。でそれはラピーでの CLX2 が出るってことでちょっといっぺん手放したんですよね。ただ、まあ、実際2が出てきた時にはまあチューブレス対応にはなったんですけど、重さが結構重くなったんで、で自分的にはクリンチャー運用がほとんどなんで、まあ、ちょっと買い直した経緯があります。そしたらですね、前に乗ってた CLX と全然乗り味っていうか速さがなんか全然違うんですね、体感で。今回新しく買ったのもうとにかく乗った瞬間速いっていうのが分かるっていうか、あ結構個体差あるんだなってちょっと思いました。まあ、当初のラピデ CLX の僕の印象はそんなに速いとかって印象なかったんですけど、今乗ってる今新しく買ったラピデ CLX はすごい速いホイールだなって思います。それを履いたまあ、あれスプリントは本当速いですね。めちゃめちゃ進みます。でこれでまあ何ですかね、いいとこばっかりかっていうと、まあ、そうでもなくて、やっぱり長距離乗った時ですね、それがちょっと僕の場合ちょっと腰痛くなる感じがあります。ターマク SL7 はもう最初乗った時からずっと今まで、まあ、距離100キロ150キロ乗ったとしても腰が痛くなるとかどっか痛くなるっていうのはなかったんですけど、あれそれがなんかちょっと距離乗ると腰痛くなる感じがあるんで、そこは、まあ、ちょっとアルミの、まあ、特性みたいなのあるのかなと思いました。まあおすすめする人としたらやっぱり、まあ、これやっぱり若い人向けかなとは思いました。でターマック SL7 とその、まあ、乗り換えて違和感がないんで、まあ疑似的にターマック SL7 を感じた人にはいいかもしれないけど、すでにターマック SL7 を持ってる人にはちょっと逆にいらないかなっていう結論にもなっちゃうかもしれません。ターマック SL7 と横から見た時は本当に形そっくりなんですけど、上から見るとそのダウンチューブとか BB 周りがめちゃめちゃぶっとくてごっついんですよね。まあそこで剛性出してるんだと思うんですけど、もう本当に上から見ると印象全然違いますね。で今回まあこのスペシャライズの RS プリントなんですけども、まあフレームを中古で買って、で11速のアルテンガ DI2 を乗せて、しかもフロントシングルにしてます。で、ホイールはラピーで CLX でいろいろやって、まあ他の動画で、出してるんですけど、まあ、ペダルなしで7キロ切るぐらいの重さにできてますね。これやっぱり元々のその重いままだとまあ、ちょっとインプレっていうかその印象はまた変わってくるのかなと思いますけど、軽くできれば、まあ、重量物がまあホイールだと重量物がまあフレームだけになるので、まあ、中心部分に重量が来る、まあ、マスの集中だということで、まあ、なんですかね、運動性能としてはいいのかなと思います。
アルミで反応がいいっていうこともあって、まあ、正直その、ミドルグレードのカーボンのバイクより速く走れると思います。いかがだったでしょうか。今回はスペシャライズの新型アデスプリントのインプレでした。